浦迫です。さあというわけで、はい、半年ぶりの三股又蔵登場。どうもご無沙汰しております。久しぶりです。ひふ三股です。やめろ、いや、何すかそれ。やめろ、何すかそれって。初めて見ました。やめろ。え、半年ぶりにやったのに。ひふ三股。思い出せ。あの今これサブちゃん浦迫なんですよ。はい、浦迫、あのサブちゃんなんですよ。あなたまだまだメインには無理ですよ。いやいやいや、勘弁してくださいよ。あのね、普通に出てたじゃないですか。いや、なぜ出なくなったのか自分で心当たりないですか。そういうのは忘れましょうよ。はい、そういうのは忘れましょうよ。すごいな、もう半年も経ってんだから。いや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 、なぜ出なくなったのか、それはあなたが、うん、あのこのチャンネルのファンにめちゃめちゃ嫌われてるこればっかりは。まあ、ね、もう三股を出すなってもういっぱいですよ。マジですか。あなたと木下はめっちゃ嫌われてるんですよあ、そう。もうあまりにもコメント欄が多かったって。一回ちょっと三股さん、ちょっと休憩しましょうかと思い出してきたね。まあ、あの数字に現れてしまったっていうのがあります。まあそう、そうなんですよ。そこにもあったんで一旦ちょっとね、お休みしていただいてって言ってたら、もう半年経ってしまいました。そうなんですよ。長かったな。長いよ。てかもうソファー変わってるじゃんこれ。え、そんな前ですか。うん、あ、そうか。うん、あ、もうここぬいぐるみもねえし。はあ、ここで寝てたんだから。そうですよ。そうや、うん、たまに帰られん時泊まってたな。いや、しょっちゅう泊まってたよ、ね、しょっちゅう泊まってた。仕事の残ってるツッツンとね、夜を共にして一緒に泊めさせられて、うん、世界の政治の話をしてました。世界情勢の話をなあ、ね、あれが語ってました。誰が世界情勢気にしとるの自分の人生もっと気にせえ。まあまあそんなこんなんでね。いやいやいや、ちょっとやっぱイメージがやっぱ悪いんですよ。いや、あのね、イメージはダメージってよく言ったもんでね。なんですかね、知らないですよ。いやいや、イメージはダメージってよく言ったもんで、初めて聞いた。うん、あの、なんていうのかな、うん、その偉そうに言ってくれ。あの、そんなこともありながら、まあ、僕も一生懸命生きてるわけですなんでやろうな。いや、俺はもう長い付き合いやで。うん、あのお金に対して、うん、あのちょっと気持ち悪いだけで。気持ち悪いだけで、うん、多少だらしないだけでな。ええやつはええやつなんですよ。あの皆さん、これは毎回言ってるんですけども、そう思います、ね。まあ、いろいろ騒動があった時も一番最初に電話くれたのは又蔵ですし、うん、はいはい、まあ、長も30年ぐらいの付き合いですから、うん、まあまあまあええやつなんですけどな、イメージ悪いよね。なんでかな。牛宮城がわたわたした時も、はい、お電話かさって、つつは大変やろっていうお電話。そうそうそう、優しい。ある意味ほら、ね、俺は君たちのガス抜きじゃないけども、そういう役割だったじゃない。やっぱりパンパンになるでしょ、人間っていうのは。それをよく俺は聞いてたんだよ。相変わらずトーク全然もんないよ。なんでだよ、面白いとかそういうことじゃないよ、今。いや、面白いことを言ってほしいんですよ。いや、ちょっと待ってくださいよ。ないんですか、その、うん、やっぱ芸人たるものね、はい、あの一瞬、もうこんだけ会ってなかったら、はい、こんなエピソードとか、あんなエピソードとかいろいろ出てきますよ。半年もあればもう。そうですね。ですね、そのこの半年の間に僕、実は何か自分で忘れてるものは何か。おうおう、やっぱりお笑いだなっていうところで、はいはい、僕あの単独ライブをね、もう定期的にこの半年間やってるんですよ。あの、まあ、ツイッターで繋がってるので、はい、そのニュースみたいなのが流れてくるじゃないですか。うん、はいはい、すごい速さです。作ろう。なんでだよお前。ミュートリツイートとかしろ。またぞダンスのところさっ、シュン上がって。いやいや、三股ダンスってはエンディングであって、90分一人喋りです。すごい。これは大変よ。大したもんですよ。うん、それをもうかれこれ4回やりましたよ。4回笑いを取ったってこと？もちろん。90分の間。はい。4回しますね。あ、4回で、あのドンドンドドドンっていうね。ごめんや。うん、ごめんなさい。何ボケスルーしてんの。いやね、そう、そういうことをしてたんです。90分喋れるってやっぱね、一般人からしたら考えられないですから。まあね、うん、まあ、それはだから、あの、うん、それエピソード話って言わへんの。何？それはあの、うん、半年間のなんか報告や。いやいや、報告ですよ。させてくださいよ。こんなことが、こんなアクシデントがあったとか、なんかあるやろ、芸人たるもの。半年あれば。あのね、やっぱり僕も思うところあって、うん、まああの、三股又蔵チャンネル半年休んだんですよね。はいはい、びっくりしましたね。何をびっくりしたの？休んで5000人減った登録者数。まあまあまあ普通や。あ、普通？いや、それ休んだらさ減るよ。あ、そう。ただ俺は思う、5000人減った、うん、逆に本物だけが残ってるなっていう。は
のがあったから、その5000人、別に俺は気にもしてませんよ。気にせや、ほえちゃんと気にせ。そう違う、エピソード話をくれって言って、何回も言ってる。あ、エピソードっていうか、まあ、これ言っていいのかな、はい、宮迫さんの、はいはいはい、あの昔の話で、はい、まあドカーンっていうエピソードトークはあります、ね、え俺の昔の話でこの話感じゃないってことですね、はい、あ、ではないです、あの、まあ、前のあの話で違うのいやいや、ちょっと待って、急にないだよ何この裏作っていうのは何、俺を変に吊るし上げんの違う逆ですよ、逆ですよ。半年も会ってないねんから、うん、面白いこととか、うん、出来事いろいろあったやろ、うん、それを話してくださいってずっと言ってんの、はい、あ逆にパスですかね、これは。 あのね、母が亡くなりました。悲しい悲しい話す、笑っていいかも分かんないんですか。年齢的に大体そうやわそういう順番になっていくわ。そうか、この半年の間に、ね、違う何あるやんか。なんだよ、あの先週なとか、うん、おとついなとか、彼女がもう3年いないんですよ。あでも3年なんだ。もうコロナ入ってね、でやっと僕彼女的なのができました。彼女ができた、はい、おめでとうございます。何二足歩行。いや、おいおい、おい、なツッコミ確かめてください。ツッコミ確認してください。二足歩行の生き物。いや、なんなら性別がメスっていうだけなんですよ。いやいや、ちょっと落ち着けて。なんやねん、落ち着けましょう。なんなら、いや、本当に真面目にね、はい、もう連れてきてます。え連れてきてる。はい、どこに。ここに。え怖い。いや、怖いとか言うなよ。ほんまに怖い。いやいや、本当に犯罪の匂いがする。いや連れてきてますね。僕ね、いろいろあったんですけど、もうこの子をね、いつも持ち歩いてるんですよ。アスカランデよ、アスカランデよ。いや、気持ち悪いとかじゃないんだよ。いや、ちょっと待って、ちょっとほんまほんとに俺がなんかほら、うん、二足歩行っていうボケがなんか恥ずかしなってきたもん。いや、ほんとに上回ってますもん。やっぱりこの子をいつも一緒にいて、この子は裏切らないし、もうこの子さえいればいいなって、これ、マジで言ってるから。違う、ね、えお笑い芸人さん。そうですよ、やられてますよね。そうですよ。ただ14歳なんで、うん、ほんとそういう変な関係はないです。ほんまに、マジで、うん、お前、もう半年休もう。なんで。いや、もう僕は、いわゆるそういう、もう、なんていうのかな、生身の女性はどうでもいいっす。僕はもう、この子さえいれば。もう、彼女閉まってもらって。え、なんでよ。ちゃんと挨拶してくれよ。浦迫初のボツになるかもしれない。いや、ボツじゃん。サブチャンでもボツかもしれない。いや、それはあかんぞ。いや、違うね。そういうことを言うから、うんうん、どんどん見また出すなになってしまうんやろ。マジか。ちょっとそれはレベルが低いな。違う。レベルが低いよ。ちなみに、総流なのか、四季並みなのか、どっちなんですか。四季並みです。あ、なるほど。はい、ほら。ちゃんと分かってる人はいる。やめろよ。やめろよ。そっちが行くなよ。違う、だからエピソード話をしてくれっつってんの。エピソード、直近でもいいですよ、本当に。あったやろ最近。最近でも何でもええよ。まあ、いや、嬉しかったこと。嬉しかったこと。はいはい。誕生日の日に、うん、お寮から LINE いただいて、で、1000円のローソンのペイなんしたらみたいな時に思ったよ。いい弟思ったな。本当覚えてもねえだろ俺の誕生日。いや、そう、本当に覚えてない。っていうエピソードかな。お前マジで殺すぞ。お前がせよ。おもろいこと言え言ってんねん。いや、だからちょっと待ってよ。それあるけど、急にはさ。まあね、難しいっすよ、ね。あるやろ、別にその、そね、歩いてたらとか。あ、何？今日、さっき、今日ここ来る途中。そんなことあります？ここ来る途中、主婦の方が、リンゴ落として、それ全部俺、わーって拾って、
うん、どこであのすぐそこの坂でと事務所来る途中がコロコロコロって、うん、そうキャーコロコロコロそうそれをさっと拾う心身そんなベタな話あるか、うん、いやいやいやもう膝も痛いですえ嘘つくようになったさねいやいや本当に思いついたみたいな感じでいや本当にさっきだもん そんな昭和のドラマみたいなことあるかいやいやさっきあったんですよ嘘をつくえよ本当にほんでお前絶対無視するやろそんないやいやしないでちゃんとパッパッパッつって何ですかいろんな薬がいっぱい出てきてんの、ま、3つマスク出てきた散らかりすぎだ彼女しまえよほんであじゃあ一応しまうわいやねもうなので締めますかそうですねこれはあの僕もこれをきっかけにねあの僕も三又正蔵チャンネル復活しようと思ってるんでいやもう好きにしてください好きにしてくださいって何なんだもしかするいやこれが皆さんの目に触れるかどうか分かりませんね一回チームで協議はしますはい、はい、なんでだよいいやつはいいやつということだけ、まあ、改めて言わせてもらいますというわけで、うん、あのメインチャンネルの方はまだ、あと4年4年いやいやいやもう60になるわ俺あちょうど60還暦記念いやいいいいそういうのいいから、ね、いいからいいからありがとうございます本当にというわけで、うんうん、裏作以上ですええ締めんの、いやちょ待って遅れ入りの可能性大ですいや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 頼むよ本当にお疲れ様でしたええオクラかなやだ